国内不正門満州国皇宮は満州国の首都新京に築かれた満州国皇帝の宮殿。本校では皇帝移行前の市政府についても記述する。第二次世界大戦末期に対日参戦し満州国に侵攻した赤軍が新京を占領していた混乱期に宮殿施設の多くが著しく荒廃したが、その後中華人民共和国政府が宮殿の一部を復元し、 偽満州国における日本軍の占領政策の歴史を展示するという趣旨の博物館、義満工具博物院として公開されている。2013年に全国重点文物保護単位に指定された。満州国失政就任式近民老衆広史郎、満州国皇帝玉座失政不属英知は国土建設計画策定時、心境の地形及び失政 愛新閣羅府国の絶対難面の要望から、王塞美、京花村、南霊の3カ所に限定され、最終的に既存市外に近い京花村が選定された。1932年3月9日の国の失政就任式は、臨時失政府に指定された旧吉長道院公所で行われた。同年4月3日、失政府は旧正府地北東部の高台にある、 旧運局跡へ移転した。敷地面積は4万3000平方メートル。旧運局の建物は1913年に建てられたもので、金民楼、周広志楼と名付けられた。1934年3月1日の停戦以降に伴い、失政府は区内府と改められた。区内府は府議が政治活動を行う、外庭と日常生活を過ごす内庭に分かれ、現在は、 義満皇宮博物院として一般に公開されている。外庭の主要な建物として、近民楼、懐園楼、唐苦楼があり、近民楼では不義が公務を取り、各種の典礼が行われた。懐園楼には、区内府の事務部門と、新朝歴代皇帝の祭祀を司る、法仙殿が設けられた。内庭は、不義とその家族の生活区域で、東西両院に分かれており、祭院に、 周広志郎、当院に、仮宮殿、道徳殿が建設された。周広志郎は、富儀と皇后、遠洋の住居とされ、日常生活を過ごしていた。また、この付近には、区内府大臣の庁舎もあった。仮宮殿、道徳殿新宮殿建設が長期間となることから、区内府敷地内に、仮宮殿が建設された。東洋式外観の仮宮殿の設計は、 英全受品局英全どころ宮廷造営課長の愛賀健介が担当し、施向は戸田組が行った。1937年施行、1938年末に竣工し、道徳殿と命名されたが、関東軍の登頂を恐れて、不義自身は使用しなかった。後に、道徳殿には、即室の利玉金の住居が置かれた。また、道徳殿の南側に、 満州民族の古地である長白山の風景をイメージした月山が築かれ、月山臨戦海遊式庭園が作られたほか、プールや防空壕、工述する建国神廟などが周辺に設けられた。さらに、道徳殿の背後には、蔵書楼と呼ばれる三階建ての書庫が建てられていた。1940年には、工具内に建国神廟が創建された。詳細は、 当該項目参照。国務総理大臣官邸かつての強化村に定められた皇宮造営地は、東西約450メートル、南北約1200メートル、馬帝型で総面積は51万2000平方メートル。南側は、皇神王子に面し、東西はそれぞれ東万久市大街と西万久市大街で囲われている。正門前から、順天大街が南へ伸びており、 館庁街を形成していた。造営は、英前受品局英前どころ宮廷造営課が担当し、造営予算は約1400万円。8カ年連続事業として1938年9月に着工して建設が進められた。宮廷用地は3つの区域から構成されており、南部の正門街広場である、順天広場、中部の正殿を中心とする内邸 北部の西洋風海遊式庭園の宮園に大別された。聖殿は東西220メートル、高さ31メートル、鉄骨鉄筋コンクリート作り2階建てで、屋根瓦は新潮宮殿と同様の黄金色のリ,リ瓦が吹かれ、外壁は加工石張り、内装は大理石仕上げの壮大な東洋式建築物だった。また計画では聖殿の両側に区ナイフと 小書府を廃止、さらに中庭を隔てて本殿が築かれる予定だったが、これは未着工に終わっている。一方、正殿は構造物は完成したものの、戦争の激化による建築資材不足に配慮して1943年1月に建設が中断された。この建物は中華人民共和国が設計図をもとに4階建てで完成させて、 長春地質学院教学楼として使われ、地質宮と通称された。現在は、吉林大学地質宮博物館として一般公開されている。また、工具造営地に隣接して、国務総理大臣官邸等が建設されている。大伏見地区と南霊地区の定休候補地は、京華村に工具が定められた後も、皇室保留地として残されていた。そのうち南霊地区は、 文京地区として、国立総合運動場や、動植物園、大学等の用地として整備された。満鉄連京線西側の大伏道地区は、将来心境が拡大した、際の本宮殿造営地として、200ヘクタールに及ぶ、工具保留地が計画されていたが、数度にわたり建設計画が見直され、最終的に1942年の国と 建設計画の改定で本宮殿の建設計画は廃止され住宅地に変更されている。ありがとうございます。